2024年7月25日、陸上自衛隊の森下泰臣陸上幕僚長は、小笠原諸島の離島である南鳥島へ、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画が進行中との発表をキャッチしました。今回は、防衛省が、南鳥島に地対艦ミサイル射撃場を設置するという、注目すべき動きについて深掘りします。アメリカやオーストラリアなどの海外でしか行えなかった、これらミサイルの国内での射撃訓練が可能に。これはやばいね。2024年7月25日、陸上自衛隊の指揮官である森下幕僚長は、この日開催された記者会見の席上において、行政区分上では、東京都の小笠原村に属する、小笠原諸島の離島である南鳥島に、新たな射撃場を整備することを報告した。小笠原諸島の離島である南鳥島は、日本本土の本州からは、およそ 1800km ほど離れた場所に位置し、地理的には、日本の最東端にあたり、現在は、民間人の居住者がない上、基本入れ島すること自体が禁止されている。そのため、現時点で、南鳥島には、海上自衛隊の基地が置かれ、同隊員が配置されているほか、国土交通省の関東地方整備局、及び気象庁の職員が少数常駐を行っており、国の機関が目的に応じた職務を遂行している状態である。南鳥島は、一つの型がおよそ 2km ほどで構成された三角形型をしており、総面積は 1.51 平方キロメートル、標高は、最大でも9メートルしかない平坦な地形の島で、島には医療設備、体制もなく、かなか過酷な環境と言えるだろう。南鳥島へのアクセスは、全長1372メートルほどの滑走路が1本あり、ここに離発着させる航空機と、南部にある波止場に船舶が出入りできるのみで、前述した海上自衛隊や国土交通省の人員の交代等も、基本的には航空機を介して行われている。そこで、海上自衛隊や国土交通省の人員の交代時には、航空自衛隊の C-130H 輸送機が、これらの常駐者の島での生活に必要な物資の運搬には、海上自衛隊の C-130 ラウンド輸送機が用いられており、先に挙げた1372メートルほどの滑走路が生命線となっている。今回、陸上自衛隊の森下幕僚長が報告した内容によれば、南鳥島には、現在、陸上自衛隊が配備を行っている人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画となっており、同兵器の有効射程は 200km 弱と推定されてきた。しかし、日本国内に存在している従来の射撃場は、最大でも 40km ほどの規模のものであったため、現行の人に、意識地対艦誘導弾の射撃訓練は、アメリカやオーストラリアといった海外の演習場に出向いて行ってきた経緯がある。人に、意識地対艦誘導弾は、その名称が示す通り、2012年から陸上自衛隊での調達が開始された兵器であるが、本体である誘導弾の発射筒を送輪式車両の後部に搭載、他のレーダーや射撃管制に必要な機材等もトラックの荷台に搭載する形式の地対艦ミサイルシステムだ。現在、陸上自衛隊における人に意識地対艦誘導弾は、その運用の教育を目的とした富士共同弾以外は、西部方面隊の第2特科団の第5地対艦ミサイル連隊、熊本の健軍駐屯地、第7地対艦ミサイル連隊、沖縄本島の活連分たむろ地に配備されている。第7地対艦ミサイル連隊は、他にも、第1地対艦ミサイル中隊、鹿児島県の奄美大島の瀬戸内分たむろ地、第2地対艦ミサイル中隊、沖縄県の宮古島駐屯地、第3地対艦ミサイル中隊、沖縄県の石垣駐屯地等で、南西諸島の島々に分散配備が進められている。こうした人に、意識地対艦誘導弾の配備が、現在、南西諸島方面に対して集中的に行われている理由は、言うまでもなく、中国の軍事力の増大に伴い、その海軍力の圧力の増大に対処するためのもので、残念ながら、その必要性は年々高まり続けている。それは、内容はともかく、艦艇数で言えば、中国海軍は、アメリカ海軍をすでに凌駕する数の総数で、
400隻以上の戦力を保有するに至っており、今なおその増加の速度を鈍化させることなく、東シナ海、南シナ海は言うに及ばず西太平洋方面にまで進出する勢いである。こうした中国海軍の艦艇数の著しい増強に対処すべく、日本は南西諸島方面へとそれらが接近することを阻む目的で、人に意識地対艦誘導弾の配備を進めてきたが、その運用とネリ度の確保が担保されているかといえば、甚だ心もとないと言わざるを得ない。というもの、人に意識地対艦誘導弾の射撃訓練は、前述したように、これまでは日本国内でそれを行い得る射撃場が存在していなかったため、アメリカやオーストラリアに出向いて実施していたものの、その総数は、わずかに、これまでの合計で6回ほどだったことを陸上自衛隊は認めている。この人に、意識地対艦誘導弾の射撃訓練回数の少なさは、もちろん、アメリカやオーストラリアといった受け入れ国側の都合にも左右されるとは思うが、その最大の理由は、陸上自衛隊員及び必要となる装備一式の輸送には、膨大なコストと時間が必要になるゆえであろう。そのため、今回、防衛省が、小笠原諸島の南鳥島に、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画を打ち出した背景には、コストを抑えつつ、これらを運用する陸上自衛隊の当該部隊の練り度の向上を図り、中国による南西諸島方面への圧力に対抗する意図が感じられる。行政区分上で、南鳥島を管轄している東京都の小笠原村に対して、防衛省側は、すでに、昨年2023年8月には、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画を説明したとされており、今年2024年に再選を果たした小池東京都知事も、こうした防衛関係の事案は、国の戦艦事項であるとして、容認の意向を表明している。加えて、小池東京都知事は、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備する計画について、国が当事者である小笠原村の理解を得るべく配慮してほしいとのコメントを発しているが、沖縄県知事などと異なり、この点においては常識的な対応を行っていると言えるのではないだろうか。また、当事者である小笠原村からは、人に意識地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備する計画について、日本が置かれた悪化する一途の現状の安全保障環境において、その必要性を認めつつ、射撃訓練時に誘導弾が放たれる方向等には検討を願うと表明している。こうした南鳥島の行政上の管轄者たる東京都、そして小笠原村ともに細かな部分での配慮を国、防衛省サイドに求める意向はあるものの、総じて今の日本の安全保障環境を考慮した場合、その計画を受け入れてくれていることは、同じ国民として感謝の意しか浮かばない。防衛省側の想定によれば、計画通りに、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備した場合、同じ小笠原諸島に属し、南鳥島からは、およそ 1200km ほど離れた位置にある、有人島の父島、母島方面の西方海上に向けて、射撃訓練を実施すると説明されている。前述したように、現行の人に、意識地対艦誘導の射程距離は、最大でもおよそ 200km 弱と推定されているため、父島、母島までは、十分に安全な距離が保たれている状態であるが、現在後開発中の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型では、留意が必要となる。現在開発中の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型では、まず第一段階として、その射程距離を少なくとも 900km ほどまで延伸させることが予期されており、最終的な第二段階ではこれが同 1500km ほどにまで達する可能性がある。こうした人に意識地対艦誘導弾の能力向上型における大幅な射程距離の延伸を鑑みて、南鳥島を管轄する小笠原村では射撃訓練時に誘導弾が放たれる方向に検討をお願いしたいと国、防衛省側に対する意向を打ち出している状態だと言えよう。小笠原村からのこうした要望について、少なくとも
今の時点では、防衛省側は、正式な回答を行ったという報告は確認できていないが、今後、何らかの形で、射撃訓練時の安全性の担保について、追加で説明するコメントが発せられるのかもしれない。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、従来の陸上配備型、自発型に加えて、艦艇から運用する型、艦発型、航空機から運用する型、空発型へと発射母体を複層化し、標的も対艦攻撃のみでなく、対地攻撃も視野に入れた展開が予想されている。加えて、防衛省側では、こうした人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型に止まらず、当初防衛用の高速滑空弾等の実用化も進めており、今後、南鳥島に射撃場が完成した際には、それらの新型兵器の射撃訓練も行われることとなるのだろう。